ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。先日ファーウェイが開催したイベントにて発表された新型のフラグシップモデル P20 プラスですが、カメラが3つ搭載されているということもさることながら、カメラの評価機関 DXO マークでこれまで Galaxy も iPhone も達成していなかった100点超えをマークするなど、特にカメラ性能が魅力的なモデルです。ではこの Galaxy S9 プラスと Huawei の P20 プラス、どちらがいいのかということなんですが、すでに海外の IT 系サイトを中心に、この Galaxy S9 プラスと Huawei の P20 プラスで撮影した写真が比較されています。写真を見る限りですと、この背面のメインカメラでの撮影結果では、やはり Huawei の P20 プラスの方が優れていました。一方、インカメラでの撮影結果では、この Galaxy S9 プラスの方が画質がとても綺麗でした。というのも P20 プラスの方はかなり補正がかかっていて、人の顔を写してもやや不自然に写ってしまいます。一方のこの Galaxy S9 プラスですと、特に補正が効きすぎることもなく自然に撮れていますので、個人的な感想としてはインカメラはこちらの Galaxy S9 プラス、そしてアウトカメラは P20 プロの方が優れていると判断しています。では気になるのは動画性能です。一般の方は写真撮影がメインだと思いますが、 YouTuber の場合動画をスマホで頻繁に撮るというケースが多いです。この S9 プラスと P20 プロ、どちらの動画性能が高いかということなんですが、こちらも海外の YouTuber を中心にいくつか比較動画が上がっています。それを見た感想としては、動画性能においてはこちら Galaxy S9 プラスの方が優れていました。実際のところ動画の画質はこの S9 プラスも P20 プロもほとんど差はないんですが、圧倒的に手ブレ補正がこちらの S9 プロの方が効いていました。ですので画質としては同じなんですが、手ブレ補正の効きが非常に優秀なため、最終的な仕上がりは圧倒的にこの S9 プラスの方が優れていました。まだ Huawei の P20 プロの方は日本での発売がどうかということは正式にアナウンスされていませんが、おそらく日本でも発売されます。なるべくハイスペックなスマホが欲しいと考えの方は、この Galaxy S9 プラスはもちろんですが、 P20 プロの購入も検討されると思います。その際に動画撮影を頻繁にされるというのであれば、こちらの S9 プロの方をお勧めします。とはいえカメラ以外も P20 プロの方はかなり魅力的な部分がいくつかあります。このチャンネルでも Huawei の P20 プロ購入する可能性がありますので、もし購入しましたらこの Galaxy S9 プラスと比較してどうかということもご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。